死の子の言うな。こんにちは、グラビッターのたけちゃんです。本日はスピーダのエボ6図で調べてみました。まずは振動数を測ってみよう。はい、それではまずスピーダーエボ6の今回新たにラインナップされた、30g 台の351の SR の振動を測ってみます。233ですね。はい、続いてスピーダーエボ6の474の R の振動を測ってみます。233ですね。はい、続きましてスピーダーエボ6の569の S の振動を測ってみます。251ですね。はい、それでは最後にスピーダーエボ6の661の S の振動を測ってみます。267ですね。続いて打ってみよう。はい、それではまずスピーダーエボ6の351の SR 打ちますね。はい、続きましてスピーダーエボ6の474の R 打ちますね。はい、続きましてスピーダーエボ6の569の S 打ちますね。はい、それでは最後にスピーダーエボ6の661の S 打ちますね。データを見てみよう。はい、今回ですね、スピーダーエボ6のですね 30g 台、40g 台、50g 台、60g 台の4本打たせてもらったんですけども、まあ、前回の動画でですね、ちょっとシダクラブが、50g の時ですね、 50g、569の S やったんですかねの、動画はちょっと上げさせてもらったんですけど、今回まあシダクラブが結構、重量別に揃いましたのでちょっと4本打たせてもらいました。で、すいません、この前私が、50g のシャフトは以前のエボ4よりも柔らかいっていうふうにお伝えしたと思うんですけど、正直言うと 50g 以外は硬かったです。というのも今回のエボ6面白いのは重量感の40、50、60と移行することに結構硬くなっていきますね。特に 60g の661の S は 45.5 で267っていう、まあこれかなり硬いです。もうほぼほぼ、まあ、270ライン乗ると X なんで、まあ、SX ラインに相当します。だから 50g のお話の時に、ちょっと柔らかいって言ったのは60では、すいません撤回させてください。これに関してはすいません、重量感でかなり変わってきてましたのでちょっと面白いなっていう、正直な意見です。はい、で、まあ、今回ちょっと4本打った感じで言うと、まず、30g、これはもう正直言います、私トップ打ちました。軽すぎて私ちょっとこれは無理ですね。はい、40g もちょっと当たりが薄いで、 50g が一番まあ、真っすぐいって、60はちょっと左に出ちゃいました。はい、でもうちょっと詳しく調べてみると、やっぱり
あの人間の体って面白くて、柔らかいと思うと優しく振っちゃうんですよね。逆に硬いと思うと、僕これ別に故意にそういう風にしてるつもりはないんですけども、特に60なんて 30g と比べると 1.5 ぐらいヘッドスピードが上がってるんですよね。まあこれは結構あのフィッティングしててもあるんですけども、やっぱりそのシャフトに合わそうとしますから、柔らかいと思うと自分のポテンシャル下げて打ちますし、硬いと思うと結構背伸びして打っちゃうんですよね。今回の4本で私どれが一番合うかって言われたら、実は50と60の間ですね。 50g はちょっといつも打ってるの軽すぎるんですけど、60はこれちょっと私がいつも打ってるの硬いので、あんまり僕ねこの測定器で45っていうヘッドスピード、まあ、ちょっとこの測定器いつも言ってるのヘッドスピードあまり出ないんですけど、45って出ない中でちょっと無理して打っちゃってるのはあるんですけど、距離は 50g ですね。 50g のシャフトが一番出てます。30とかはちょっと正直私のスペックじゃないので、トップ打っちゃって距離が出てないですけども、40もそうですね。40もあんまり軽くてちょっとスピン量が増えちゃってるんですけど、50がまあ一番2800、一番適正値に近い段階で、次が60ですね。60でも3285なんで、ちょっとやっぱり私にとってはハードスペックなクラブだったと思います。まあ、あのいずれにしてもこの、まあ、振動数見てもらったら分かるんですけど、このエボ6に関しては各重量感で結構気をつけて選ばないと、僕この前の動画で柔らかいって言うたのはあの 50g だけです。それ以外のスペックは結構硬いので、あの女性とか、まあ、かなり年配のシニアの方っていうのは30っていう硬さで飛びついても、そこスペックちゃんと選ばないとあまり結果が出ない可能性はありますね。そこ注意してください。ズババババゴルフ、このエボ6の特徴を教えていただけますか。はい、まあ、これはもう前回の動画でもお伝えしている通り、基本的には中から中元のシャフトですね。エボ4の後継なんですけれども、エボ4は結構全体がパリッとしたって言ったら言い方悪いんですけど、ちょっとまあしっかり感があって、まったりしたエボ4だっていうのは前と同じです。だから調子的にはそういう感じなんですけども、正直 60g 打つと、さっき振動数で見てもらった通り、エボ4の振動数がですね、60は実は264だったので、エボ4よりも振動数的にやっぱ硬いんですよね。3ポイントぐらい硬いので、その 60g に関しては全然まったりしてないです、正直。はい、重量と硬さのバランス、これはどういったことが言えますか。まずそもそも、まあ、これ皆さん勘違いしてる方いらっしゃる人おったら、ちょっとここは訂正なんですけども、重量感ですごく変わるシャフトとまず変わらないシャフトがあるっていうのはまず知っとってください。これはまあメーカーの特性とかもあるんで、まあ、今回のエボ6に関しては結構重量感の振動数のメリハリっていうのは結構違います。あと根本的なことなんですけども、よくいらっしゃるのが 40g の S と 50g の S と 60g の S 全部重量が違うだけで硬さは同じでしょっていう人いらっしゃいますけど、これはもう絶対違います。今回 40g 台と 30g 台の振動数が一緒だったんですよね。どっちも233だったと思うんですけども、今回これ 30g は SR のシャフトです。で 40g は R のシャフトです。だから、まあ、あくまでも目安ですけど、 10g 上がると、半フレックス、まあ、硬くなると思ってください。だから今回は 30g の SR と 40g の R がほぼ同値やったって思っていただければ、はい、これはまあどのシャフトでも大体言えることなんで覚えておいてください。はい、M6 から 30g 台のシャフトが出た、その意味するところはどういったところですか。やっぱ 30g のシャフトってこれまで本当にやっぱ作るのがすごく難しい。まあ、藤倉さんって今ゼロスピーダーって 20g のシャフト出してるんですよね。そういうやっぱり軽量シャフトに非常にまあ強いというか、ただやはり折れるリスクとかすごい作るのが難しいって言われてます。だからこれ4万円台のシャフトなんですけど、4万円台のシャフトで 30g のスペックって今まだに他のメーカーどこ見てもほとんどないです。だから今回藤倉さんある意味で、まあ、チャレンジというか、その自分とこの、その技術っていうのをまあ見せるという意味もあると思うんですね。これはごめんなさい、勝手な私の予想ですけども、 30g 台のシャフトを4万円のシャフトのラインナップに入れてきたっていうのは、藤倉さんのその技術力の高さっていうのは僕はすごいなと思います。はい、30g 台が合うゴルファー像ってのは、そうですね、まあ、ただその今まで 30g 台っていうとすごく柔らかいシャフトが多かったんですよね。で今回 30g 打ったら決して、僕は軽かったからトップしましたけど、決して振っててこの SR なんか柔らかくないです。だからこれまで通り 30g 打ってたシニアとか女性とかっていうのも使えますし、まあ今軽型ブームってなってますけど、まあそうですね、ただ若い方はちょっと、男性の若い方って難しいですけど、結構シニアの方で力はないけどヘッドスピードが速い方とかっていうのは、この 30g の SR とかっていうのは面白いと思います。
もちろんこれまで軽くて柔らかいシャフトを打ちたいっていう方も打てるシャフトだと思いますので、まあ、この辺はフレックス選定だけはミスらない方がいいですね、はい。エボ6が合う、この方が打てば恩恵があるよっていうゴルファー像っていうのはどういうゴルファー像になりますか？まあ一番はやっぱり振動数はさっきちょっと硬くなってるって、まあ、60とか40は硬くなってるって言いましたけども、全体、まあ、フレックス選定間違えんかったら結構シャフト全体が特に手元から中がちょっとゆったりとしなってくる感じなので、ヘッドを感じたい人だから、どこでヘッドがおるか分かりながらヘッドの重みを生かして打ちたい人っていうのは、僕はこのシャフトは試すべきだと思います。ただ逆に結構切り返しが強かったり、その自分でシャフト自分で振りに行きたい、そのシャフト任せじゃなくて自分で振りに行きたいっていう人はちょっとあまり向かないですね、はい。そもそもスピーダーってすごく人気じゃないですか。これの理由っていうのはどこにあるとタクちゃん思う？まあスピーダー、まあ、とにかく女子プロの使用率が高いっていう風に、まあ、すごい、テレビでよく映るっていうのはやっぱありますよね。あとはもうすごく分かりやすい、本当に奇数と偶数でもう分かれますから、自分がどっちかっていうのさえ分かればそこを試していけるっていう、これだけシャフトがあるとある程度調べてる人じゃないと、もう自分って何が合うのってもう混乱しちゃうんですよね。そういう意味で言うと、まあ、2つに対別できるというか、結構、まあ、こっちって決めとったらそっちばっかり打ってみればいいってなりますから、結構まあ分かりやすいその商品戦略っていうんですかが、僕はスピーダーは、まあ、要は打ち手とかゴルファーに好かれてるんだと思います、はい。自分にぴったりの、スピーダーを選ぶコツっていうのを、視聴者に向けて一言お願いします。はい。まあ、先ほど藤倉さんはすごい2つに分けて、まあ、要は奇数と偶数ですごい分かれるって言いましたけども、その中でもやはりじゃあ奇数がまあ全部同じか偶数が全部同じか、そんなことはないです、はい。だから、まあ、まず打ってみる、それで結果見てみる、で、まあ、そこにちゃんとそう毎回、奇数と偶数でもフレックスもちゃんと理解した上で打ってみて、それでまあ良かったもので、どうしてもそれが、自分じゃ分からないって時は私らがやっぱプロなんで、そういう私らに任せてもらう。だからいろんなものを打ちすぎるとやっぱ混乱するんで、ある程度絞った中で打っていかないといけないですね。私なんかは基本的に3本ぐらいを打ってもらう形にしてますから、まあ自分で試す人はある程度これこれって決めて打つ、もしくはもう分からない方は私らに委ねてもらう、まあ、とにかく新しいシャフトがいいってことは絶対ないので、試してよかったら考える、もしダメやったらやっぱ過去のものでもいいと、まあこの辺はちょっと本当にシャフトは古いものが悪い、新しいものがいいっていうのはない、これだけは絶対に知っとってください。チャンネル登録高評価でタケちゃん、ユミちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。